パリへの旅アンナ、私は休暇のためにどこに行くべきかを考えていました。そして私は考えを持っていました。パリに行くことについてどう思いますかパリ、それは素晴らしいですね。ジョン、私はいつも愛の街を訪れたいと思っていました。ええ、それもしばらくの間私のバケットリストに載っていました。 エッフェル塔や有名な美術館を見るのが待ちきれません私もそしてパリの食べ物は素晴らしいはずです本格的なフランスのクロワッサンを試すのが待ちきれませんもちろんですそしてセーヌ川でボートに乗って別の視点から街を見ることもできると思っていました それは素晴らしいアイデアです。ジョン。また、ベルサイユ宮殿を訪れ、美しい庭園を見る必要があります。はい、それは必見です。また、キャバレーに行って、ライブ音楽やダンスを楽しむこともできます。 それはとても楽しそうですね。また、モンマルトルを散歩して、アーティストや大道芸人を見る必要があります。もちろんです。そして、居心地の良いカフェでリラックスして、人々が見守る時間を取るべきです。私はこれ以上同意できませんでした。この旅行はとてもロマンチックで忘れられないものになるでしょう。 本当にに楽しみにしみています。アンナ。計画を始めて一生に一度の旅行にしましょうパリの美術館を探索するのが待ちきれませんルーブル美術館は世界的に有名で私はいつも「モナ・リザ」を直接見たいと思っていましたはい印象派の芸術の素晴らしいコレクションを持っているオルセー美術館もあります。 ああ、私もそれについて聞いたことがありますまた近現代美術のあるポンピドゥセンターも訪れるべきですそれは良い考えですそして私たちは食べ物を忘れることはできませんパリはおいしい料理で知られていますもちろんです エスカルゴ、フレンチオニオンスープそしてもちろんクロワッサンを試してみてくださいそして私たちはワインを忘れることはできませんフランスは素晴らしいワインセレクションで知られていますはいワインバーに行ってさまざまな種類のフランスワインを試してみてくださいそして、 コックオバンやブフブルギニョンのような伝統的なフランス料理も試してみるべきです。ああ、それは美味しそうですね。パリの豊かな食文化を体験するのが待ちきれません。私もアンナ。この旅行は五感の共演になるでしょう。 パリの中心部に旅行のために滞在できる魅力的なエアビービーのアパートを見つけましたそれは完璧に聞こえますアンナどんな場所なのマレ地区にある居心地のよいアパートですヴィンテージのパリの魅力がありいくつかの素晴らしいレストランやカフェの近くにありますそれは理想的ですね。 そして探索の忙しい一日の後にリラックスするための私たち自身のスペースがあるといいでしょうはいアパートで食事を作ることでお金を節約することもできます良い点ですそして町の中心部に本拠地があるといいでしょう私はこのアパートに本当に興奮していますジョン。 パリの冒険に最適なスポットのようです。私はこれ以上同意できませんでした、アンナ。この旅行は素晴らしいものになるでしょう。ジョン、私たちは実際にパリにいるなんて信じられません。まず何をすべきですかエッフェルトを見に行くべきだと思います。市内で最も象徴的なランドマークです。 それは素晴らしいアイデアです。ジョン、行きましょう。うわぁ、ジョン、それは直接さらに息を呑むようなものです。知ってるでしょ間近で見るのはすごいです。そして、ここからの景色は素晴らしいです。街全体を見ることができます。 はい、パリのレイアウトを感じるのに最適な方法です私たちは実際にここにいてエッフェル塔の前に立っているなんて信じられません夢が叶う本当にそうですそしてこの素晴らしい街では見たり探索したりすることがたくさんあります待ちきれませんジョン。 この旅行は素晴らしいスタートを切りました。アンナ、この旅行で最も興奮したことの一つは、ルーブル美術館を訪れることでした。素晴らしいアートを見る準備はできていますかもちろんです。ジョン。有名な芸術作品を見るのが待ちきれません。うわアンナ、この場所は巨大です。 ナビゲートするには地図が必要になる場合があります。もちろんです。そして、ここには38万点以上のオブジェクトが展示されていると読んだので、すべてを見るには数日かかるかもしれません。は、あなたが正しいと思います。最も有名な作品、モナリザから始めましょう。ジョン、彼女はそこにいます。 世界で最も有名な絵画。間近で見るのはすごいですね。あなたは絵の細部を本当に理解することができます。はい、想像以上に小さいです。しかし、それでも同じように印象的です。もちろんです。そして、ここには他にも見るべきことがたくさんあります。 探索を続けましょうジョン、それは素晴らしかったですこんなにたくさんの有名な芸術作品を見ることができたなんて信じられませんはい、そして私たちは表面をかろうじて引っかきました私たちは戻ってきて、パリへの次の旅行でもっと見なければなりませんもちろんです これはとても素晴らしい経験でした。彼らはモンマルトルやマレ地区などの絵のように美しい地区を散歩し、建築と雰囲気を称賛しました。ジョン、パリの美しい地区について読みました。モンマルトルとマレ地区を散歩するとはどう思いますか それは素晴らしいアイデアのように聞こえます。アンナ。どちらもとても絵のようだと聞きました。この近所はとても魅力的です。石畳の通りや趣のあるカフェが大好きです。そして丘からの眺めは素晴らしいです。ここから町全体を見ることができます。 はい、このあたりには才能のあるアーティストや大道芸人がたくさんいますうわアンナこの近所は全く違う雰囲気を持っていますそれはより洗練され高級ですはいここの建築は素晴らしいです私は古い建物と狭い通りが大好きです そして、このあたりにもたくさんの素晴らしいお店やレストランがあります。もちろんです。これはコーヒーを飲みながら人々を見るのに最適な場所です。私はこれ以上同意できませんでした。アンナ。これらの近所は私が望んでいたのと同じくらい素晴らしいです。 ジョン、私たちはそれらを探索することに決めたことをとても嬉しく思います。これは、これまでの旅行で私のお気に入りの部分の一つです。アンナ、フランス料理は世界でも最高級だと聞きました。私たちがここにいる間、私たちはいくつかの伝統的なフランス料理を試すといいますかはい。 ジョン、それは素晴らしいアイデアです。私はいつもエスカルゴを試してみたいと思っていました。エスカルゴ確かですか。はい、私は冒険シーンを感じています。試してみましょう。うーん、ジョン、これは実際にはかなり美味しいです。今まで試したことがないなんて信じられません。 気に入ってくれて嬉しいよ、アンナ。そして、私たちがここにいる間にクロワッサンも試してみるべきだと思います彼らはフランスでペストリーで有名ですはいここのクロワッサンは世界でも最高だと聞きましたジョンこれらのクロワッサンは素晴らしいです。彼らはとてもフレーク状でバターです。 知ってるでしょ私は毎日これらを食べることができましたそしてマカロンを忘れることはできません彼らは最も有名なフランスのデザートの一つですこれらはとてもかわいいですジョンそして彼らはとてもカラフルですそしてそれらもおいしいです 私はこれらの箱全体を食べることができましたジョン、これらの伝統的なフランス料理をすべて試してよかったです彼らは間違いなく私たちの旅行のハイライトの一部です私はこれ以上同意できませんでしたアンナこれは私たちが決して忘れない料理の冒険でした 彼らはセーヌ川でロマンチックなボートに乗って町の光景と音を取り入れましたジョンセーヌ川でロマンチックなボートに乗るべきだという話を読みました。今夜は何をすると言いますかそれは素晴らしいアイデアのように聞こえますアンナ夜に町を見るのに良い方法になります うわジョンこれはとても美しいです街は水からさらに魔法のように見えますはいそして水に反射する光は素晴らしいですそしてボートでライブバンドが演奏していますこれはとてもロマンチックです本当にそうです 私たちはこれをすることに決めたことをとても嬉しく思いますほらジョンまたエッフェル塔がある夜はさらに素晴らしいですそしてすべての美しい建物と橋を見てくださいこれは街の本当にユニークな視点ですジョンこれを一緒に経験できてとても嬉しいです。 これは私の人生で最もロマンチックで思い出に残る瞬間の一つです。私も同じように感じています。アンナ。このパリへの旅行は私が望んでいたすべてであり、それ以上のものでした。彼らはベルサイユ宮殿を訪れ、その壮大さと美しさに驚かされました。 ジョン、ベルサイユ宮殿はパリにいる間は必見だと聞きました。日帰り旅行に行くって何と言いますかそれは素晴らしいアイデアです、アンナ。私はいつも宮殿の壮大さと美しさを見たいと思っていました。ジョン、この宮殿は絶対に息を呑むほどです。庭園。 建築、すべてがとても美しいです。私は知っています。それは信じられないほどです。そして、それはとても巨大です。このような場所に住むことは想像しがたいです。そして、鏡の間はとても印象的です。反射は魅惑的です。はい。 そして各部屋のアートワークと装飾はとても複雑で詳細ですそして庭園はとても広大です私は彼らの周りをさまようだけで何時間も過ごすことができましたこれは間違いなく私たちの旅行のハイライトの一つですアンナここに来てよかったです私も。 ジョン、この宮殿がどれほど素晴らしいかを言葉で表現するのは難しいですそれは建築とデザインの真の傑作ですアンナパリにはムーラン・ルージュという有名なキャバレーがあると聞きました私たちがそれをチェックしに行くとあなたは何を言いますかそれは素晴らしいアイデアのように聞こえますジョン。 パリのキャバレーシーンが気になっていましたこの場所はとても活気があり活気がありますジョン私はここのエネルギーが大好きですそして装飾や衣装はとてもカラフルで贅沢ですそれは時間を遡るようなものですステージを見てくださいジョン。 ダンサーの一段が演奏していますそして音楽はとても活気があります足を叩かずにはいられませんこれはとても楽しいですジョンここに来てよかったですそれは素晴らしかったアンナ私はそのようなものを見たことがありません私も ジョン。出演者はとても才能があり雰囲気はとても活気がありましたそして全体の経験はとても典型的なパリジャンでした街の豊かな文化史を味わえたような気がします間違いなく「ジョン」これはパリへの旅行で忘れられない経験でした。 彼らは居心地の良いビストロでのロマンチックなディナーで旅行を終え味と雰囲気を味わいましたジョンパリへの旅は終わりに近づいていますここで最後の夜を最大限に活用しましょう居心地の良いビストロでロマンチックなディナーをしているとおっしゃっていますかそれは完璧に聞こえますアンナ私は場所だけを知っています この場所はとても魅力的です。ジョン。私は暖かく居心地の良い雰囲気が大好きです。そして、メニューは素晴らしく見えます。ステーキフリットを注文しようと思います。そして、私はブフブルギニオンを注文するつもりです。定番のフランス料理です。 ジョンこれはとても素晴らしい旅行でした一緒にパリを体験できて本当に良かったです私もアンナ夢が叶いましたそしてこの夕食はそれを終わらせるのに最適な方法ですこの街が恋しくなりますジョン しかし私たちはいつもこれらの思い出を大切にすることを知っていますはいそして私たちはいつでも戻ってきて将来もっと思い出を作ることができますアンナパリへの旅行が終わったなんて信じられませんあっという間に過ぎたような気がします知ってるよジョン。 ほんの数日でこれほど多くのことを見てやったとは信じがたいですはいそして私たちが一緒にこの旅行をすることに決めたことをとても嬉しく思いますそれは素晴らしい経験でした私もジョン。 パリはとても美しい街で、私たちは本当に忘れられない方法でそれを体験することができました。そうですね。そして私にとってのハイライトは、セーネ川でのボート乗りだったと思います。それはとてもロマンチックで魔法のようでした。私にとっては、ベルサイユ宮殿を訪れることでした。 電の壮大さと美しさは息を呑むほどでしたそして食べ物、すべてがどれほど美味しかったか信じられませんエスカルゴクロワッサンブフブルギニオン私は何度も続けることができました母私はあなたが何を意味するか知っています。 そしてキャバレーはとても楽しくて活気のある経験でした行ってよかったです私もアンナそしてこれらすべての経験を一緒に共有できたことにとても感謝しています一生に一度の旅でした私はこれ以上同意できませんでしたジョン。 このパリへの旅行はいつも私の心の中で特別な場所を保持します。私もアンナ。そして次の冒険を一緒に計画するのが待ちきれません。